今回は新人王トーナメントの2回戦からだったね。うん。今回の対戦相手はこの人、田所智信さん。戦績は2勝2敗。構えがヒットマンスタイルだね。もう何回か言ってると思うけど、ヒットマンスタイルってのはこのゲームの最強の構えなんじゃないかって言われてる構えだね。でもまあ智信さんのパンチ力ならまあそこそこって強さに収まる感じかな。あとライフがね、今までの相手と比べて高めっていうのはありがたいね。間違って KO しちゃう可能性が少ない感じ。うん。まあそうだね。ヒットマンスタイルから繰り出される高威力のパンチにさえ気をつければどうにかなる相手。そんな感じかな。軽量に行きましょう。ウェルター級のリミットは147ポンド。今のエレラさんの体重は145ポンド4分の3。軽量は大丈夫そうだね。ただいまより、ウェルター級、ノンタイトルマッチ、4回戦を行います。今回のね、まあ、動画の目標としては、あくまで一度も KO 勝ちをせずに、世界チャンピオンになることだから、まあ、別に、途中で何回か負けても、いいんだけれど、少なくとも序盤にはね、負けたくないんだよ。まあ理由としては、この新人王トーナメントで負けた場合、4回戦のままなんだよ。優勝すれば一気に日本ランカーになれるんだけど、で4回戦に留まることになっちゃうってなると、まあ今までみたいに KO 勝ちしちゃいそうな相手とばかり戦わなきゃいけないから、この先目標を達成するのがどんどん厳しくなっちゃうわけ。だからね、できればこの新人王トーナメント優勝して日本ランカーの座を勝ち取りたいよね。うん。まあ言うべきことはそのぐらいかな。うん。ヒットマンスタイルってフットワークが上がる構えなんだけど、相手の元のフットワークスピードが遅いからそこまで速くないね。これならなんとかさばけるような気がするわ。うん。現状うまくワンツーが当たってるしね。あとハンドスピードが下がっちゃうのがヒットマンスタイルの数少ない弱点なんだけど、まあ、彼の場合ハンドスピードが元がすごい遅いからその弱点が顕著に出てるね。これはヒットマンスタイルの構えの相手とは思えないぐらい組みしやすい相手かな。しかも打たれ強いから遠慮なくパンチを放り込めるって点でもありがたいね。間違って KO 勝ちしちゃう可能性が低いと。うん、遅いね。この速さの相手だったらエレラさんのスピードを用いれば問題なくさばけるね。このラウンドはまあ取ったでしょ。パンチを当てた数が圧倒的にこっちが上。さらにヒットマンスタイルは判定勝ちしにくいスタイルなんだよね。うん。有効打がね打ちにくい、そういうね特徴も持ってるから、だから判定になったらますますこっちが有利なんじゃないかな。もうちょっと考えて
ボクシングしようか、ちょっとなんだろう雑になってるね、相手が踏みしやすいからって。まあ確かにパンチ当たってる数はこっちの方が有利だから、まあそうやってご利用してもいいんだけど、なんだろう腐ってもヒットマンスタイルだからね。もしかしたら知らぬ間にダメージが蓄積してて倒される可能性っても可能性ってのもあるから、まあ油断しちゃダメだよ。今日のエレラさん絶好調だね。相手が遅いってのもあるけど持ち味を存分に発揮できてる。あと打たれ強いってのもあるね。今までの相手は KO 勝ちしないかどうかで戦々恐々と手出してたけど、この試合は何の憂いもなくパンチを打ち込める。ようやくねエレラさんの本領発揮と言えるんじゃないかな。うん、エレラさんのリーチは身長178に対して175センチ、まあ短い部類なんだよね。短いのって基本このゲームでは不利なんだけど、有利なことも少なくとも、まあゼロじゃなくて、例えば今回のエレラさんの動きを見ればわかる通り、リーチが短い方がパンチの連打が出やすいっていうのあるよね。まあでもそれ以上にね、相手にパンチが届かないっていう弱点の方が目立つから、まあ基本このゲームを楽にクリアっていうか、なんだろう戦って試合に勝っていけるようにするにはやっぱリーチ長いボクサー作った方が有利ではあるんだけれどね。盤石すぎてまた話すことがなくなっちゃったね。うん、まあこれを4ラウンド続ければ普通に勝てる試合でしょう。あとは油断だけはしないようにね、4ラウンドの間集中力を切らさないように、それだけ気をつければもうこの試合は何も言うことはないかな。これで第何ラウンドだっけ、3ラウンドだから次が最後のラウンドだね。うん、まあ、この調子でいけば判定はエレラさんのもんでしょう。最終ラウンドもこの調子でいきましょう。あるいは一度ぐらいダウン奪ってみる、まあ、後楽園ホール第2戦目だからね、エレラさんにも何攻める気概があるってことをお客さんに証明するためにもある程度は打ち合った方がいいかもしれないね。この相手は幸いタフだから、まあ、ある程度打ち合っても、なんだろう、KO になっちゃうことはないでしょう。なんかいいパンチいっぱいもらってるけど、まあ、エレラさんはね、実はこんな見た目に反してめちゃくちゃ打たれ強いから、まあ、4回戦のボクサー相手にダウンするほどね、やわじゃないっていう感じはあるよね。パンチ力上げるための練習を他のところに避けてるから、うん、まあ打たれ強いのよ。ダウン奪ったね。じゃあこのラウンドはもうあとは逃げ回って終わりかな。ダウンさえ奪えればこのラウンドはもうエレラさんのラウンドだっていうのが明確だから、このラウンドで手を出す必要はないと。やっぱジャブは見てから避けるのは無理だね。基本的には、まあ、相手の利き腕の方にこうやって避けて、ジャブは基本的に距離で外す感じ、反応で見て避けるのは無理。逆に他の大振りのパンチは、まあ、見てから避けることができるから、まあ、うまいことそれはスウェーで避けていくと。うん、完璧だったんじゃないかなこの試合は。相手は瀕死になんないし、
で、KO 勝ちの、まあ、余地もないし、判定では、まあ、全部のラウンドを取ってるんじゃない？相手より、相手のパンチより、うん。いつも、なんだろう。うまく言葉が見つかんないや。とりあえず判定見ようか。うん。これでエレラの勝ちが確定と。うん。まあ、当然の結果といえば当然の結果だけど、3-0 でエレラさんの判定勝利と。これで、新人王トーナメント2回戦も、エレラさんの勝利という形で終えることができたね。で、次は、新人王トーナメント。準決勝かな？うん。まあ、この調子で、頑張っていきましょうかね。さて、じゃあね、新人王トーナメントの準決勝やっていきましょう。対戦相手は渡辺陸さん。戦績は3勝2敗。ニックネームはスピードピストン。なんだそりゃ。うん、なんかよくわかんないけど、言葉の意味はわからないけど、まあ、とにかくすごい自信が伝わってくるニックネームだね。うん。あれ待ってよ。戦績3勝ってことは、新人王トーナメントにエントリーした時点では、1勝2敗の選手だったのか。うん。まあ、叩き上げって感じがするね。まあ、どうでもいいか。うん。能力値見ると、相変わらず打たれ強い人。だから、うん。まあ、KO 勝ちしちゃう可能性はないかな。スピードは、2回戦で戦ったあのヒットマンスタイルの人よりは速いから、ちょっと手こずるかもしれないね。うん。まあでも、いつも通り試合できれば問題なく勝てる相手ではないかと考えております。いかがでしょうか？軽量に行きましょう。ウェルター級のリミットは147ポンド。今のエレラさんの体重は146ポンド2分の1。軽量は大丈夫そうだね。ただいまよりウェルター級ノンタイトルマッチ4回戦を行います。この試合勝てば5戦5勝 0KO になるね。うん、なかなか見れる戦績になってきたんじゃないかな。そろそろね、なんだろう、つまらない試合をする塩ボクサーを追い求めるコアなファンから、なんだろう、熱視線っていうのを注がれる時期なんじゃない？おい、こいつやばくねえか？ 4 戦して一度も KO 勝ちしてないぞって。うん。まあ、この調子なんじゃないかな。この試合も、まあ、順当に判定勝ちして、じゃあそのね、ファンの視線っていうのを釘付けにしちゃいましょうかね。まあ、従来の普通のボクシングファンってのは離れていくと思うけどね。こんなつまらない試合してたら。でも仕方ないよ。目標が目標だもん。そういうファンは捨ておこう。ニッチな層に、なんだろう、需要があるんだから、そっちに応えていく感じで行きましょう。でもそういう層ってさ、金払わないよね。さて。うん。当たるね、こっちのパンチは。この調子だ。この調子も何も始まったばっかな。だけど。まあ。憂いは何もないかな。うん。いい感じにパンチを当てることができてるね。このゲームの、あ、倒しちゃった。あ、じゃあこのラウンドはもう逃げ回ろう。うん。2回倒しちゃうと強制的に KO 勝ちになっちゃうから、うん。このラウンドは手を出しちゃダメだ。逃げ回ろう。このゲームのさ、なんだろう。このゲームは大好きだからめちゃくちゃやってるわけなんだけど、まあ、数少ない残念な点みたいなのがあって、クリンチができないんだよね。クリンチってのは相手に組みついて相手のパンチをもらわないようにする防御動作なんだけど、
まあ、それをさ多用するボクサーっていうのは基本的に塩ボクサー、つまり試合がつまらない選手として扱われるから、まあ、エレラさんも世界で最もつまらないボクサー、世界最小のボクサーを狙うにあたってクリンチは試合中いっぱい使っていきたいわけじゃん。だけど、まあ、このゲームではクリンチできないわけなんだよね。そこの辺が少し残念なんだけど、まあ仕方ないよね。エレラさんはエレラさんなりの塩ボクサーロードを歩んでいくしかない、そういう感じだね。まあ別にクリンチしないからって、じゃあその選手が面白い試合するのかって言ったら、またそれはね別の話だからね。例えばクリンチ少なくてもロナルド・ライトさんとかウィリー・モンロー・ジュニアさんみたいなつまんない試合する人はまあいくらでもいるし、あと誰だろうな、クリンチしないのにつまらない試合する選手パッて思いつかないけど、うん、まあそういう選手もいるわけだからね。別にクリンチができないからってエレラさんが世界一つまらないボクサーの座を射止めることができないっていうわけにはならない。だからね、クリンチができないことをコンプレックスにしないで、これからもねガンガンつまらない試合をしていこうっていう、そういう話だよね。うん、結構前回の相手と比べるとスピードがあるからパンチが避けにくいな。ただこっちのパンチは当たるから判定ではまあ問題なく勝てるとは思うんだけど、ちょっと集中した方がいい。うん、まあ、このラウンドもエレラさんが取ったんじゃないかな。あ、そうだ、塩ボクサーうんぬんで思い出したんだけどさ、昔ボクサーズロード2の字幕プレイ動画を投稿してた時にコメント欄にね、バージルヒルみたいだっていうコメントがついたことがあったのよ。で、バージルヒルってまあ知ってる人がまあほとんどだと思うけど、クソ塩ボクサーなのね、うん、クソつまらない試合するボクサーなの。このコメントをさした人ってさ、なんだろう、褒め言葉としてコメントしたのかな、それともディスだったのかな。まあ、明らかに後者なんだけど、すごく気になってて。うん。もし、バージルヒルみたいだってコメントした方、今この動画を見てたら、ご一報ください。どっちかね、教えてほしい。まあ、来なかったら、ディスだったとみなします。まあ、基本的にこういう動画でね、ディスのコメントをするのは、まあ、俺も経験があるから、そうなんだけど、一度ディス打ったらもう二度と見ないみたいな人が多いから、まあ、返信返ってこなかったら、そういうことなんだろうなと。で、このラウンドはさっきダウン奪ったから、あとは逃げ回るだけで OK と。でもさ、バージルヒルみたいだって言われてもさ、仕方ないような試合してたから、まあ、別に正論ではあると思うんだよね。言われない理不尽なディスじゃない分ね、とても、うん、的確なコメントを打ってくれたと俺は思ってる。まあ、なんだかんだで残り1ラウンドだね。まあ、このラウンドもうまい感じに戦っていきましょうかね。で、ダウン奪ったから
もうこのラウンドはあとは逃げ回るだけだね。ちなみに多分エレラさんのボクシングはバージルヒルとは程遠いと思う。バージルヒルはなんだろう、右の肩をね怪我して手術した影響でジャブ以外のパンチを全く使えなくなってしまった人だから、あの右ストレートを乱打する今のエレラさんのなんだろう戦い方とは真逆の戦い方をしてた人、うん、だからね、まあ、エレラさんはバージルヒルみたいな戦い方ではないと思う。じゃあ誰に似てるんだろうな、パッと思いつかないんだ。エレラさんみたいなボクシングする選手はあまりボクサーに詳しくないせいか知らないけど、うん、もしねそのバージルヒルド みたいな試合するっていうコメントをした人が未だに動画を見てるのであれば、ご一報してエレラさんは誰に似てるか考えてくれないかな、で教えてくれないかなっていうね、なんだろう要望みたいなのがあって、それを今言ってみましたって感じだね。まあそんなことを話してるうちに4ラウンド終わりました。2度ダウン奪ったしね、まあ判定では勝てるでしょう。まあいつもの流れです。うん、これで勝ち確だね。第2ラウンドはイーブンになってるね。どんなラウンドだったっけ。うん、反省すべき戦としてはそこかな。第2ラウンドでポイントを取れなかったから、どうだろうな、もう一回この試合見返してみて、第2ラウンドの動きよく見てみて、で第2ラウンドみたいな動きをこの先したらまずいってことだからね、ポイント取れてないってことは。まあいいや、次は新人王トーナメントの決勝だね。まあこの調子でいけば優勝できるんじゃないかな。あ、そうだ。次はさ、新人王トーナメントの決勝なんだけど、新人王トーナメントは決勝戦から6ラウンド2ノックダウン制になるわけなんだよね。で、6ラウンドってことは2ラウンド今まで増えるわけじゃん。そうなると、2試合フルで乗せるってなると、動画の時間が長くなっちゃうから、こっから先はね、1動画1試合になると思います。うん、これが朗報なのか秘宝なのかはまあ分かんないね。つまらない試合を2試合見せられることがなくなって嬉しいと取るか、つまらない試合のボリュームがさらに減ってますます見どころのない動画になってしまうのか、まあこの辺はまあ投稿してみてからだね、判断しましょう。